回はコロッケについて解説していくのだ。じゃがいもを使った揚げ物として代表的な料理のコロッケだけど、実は先に誕生したのはクリームコロッケの方なのだ。ことの発端は19世紀のフランスに遡るのだ。当時のフランスには肉や野菜などの具をベシャメルソースであえてパン粉の衣をつけて揚げた料理である、クロケットというものが存在していたのだ。要するにクリームコロッケのご先祖様だな。ちなみに名前の由来としてはフランス語でバリバリ音を立てて噛むというのを意味するクロケから取られているみたいだぞ。その後1887年に日本にクロケットが伝来したんだけど、当時の日本には乳製品の加工技術が発達してなかったゆえにベシャメルソースを用意できなかったのだ。そこでベシャメルソースの代わりにジャガイモを使ったものが作られて、それがポテトコロッケとして浸透していき、国内だとコロッケを指すものとして一番メジャーになったわけだな。今クリームコロッケとコロッケを区別をしているのは、かつてのクロケットをルーツとするものと国内独自の進化をしたものを区別するためなのかもしれないのだ。最後に余談なのだ、肉屋さんのコロッケはうまいという俗説は割と聞く話だけど、あれの正体は肉屋で取り扱われているラードに美味しさの秘訣があるとされているのだ。一般的なものと違って肉を専門的に扱う店ゆえの秘密と聞くと説得力がなかなか高いものとなるな。ちなみにスーパーの惣菜や肉屋のコロッケが平たい小判型をしているのが多いのはスペースの削減を兼ねているらしいぞ。確かに薄くしておけば大量に並べられるし、それだけ売り上げにもつながりそうなのだ。そんなわけでスペースを気にする必要のない洋食屋のコロッケは太い俵型をしてるのが多いわけだな。そして台風の日にはコロッケが売れるというジンクスがあるのだ。というのも元々は2001年の8月21日に2チャンネルの台風のすれに、台風が近づいてきたからコロッケを16個買ってきたという書き込みが発端となり、そこからネット民の間で台風の日にはコロッケを買うという風潮が密かにあったのだ。それが2012年の6月の台風の日にツイッターのトレンド入りしたことで、それをネットメディアサイトが取り上げたことによりミームが広がることになったのだ。それに便乗してなのか、一部のスーパーマーケットや弁当屋では台風の日にコロッケの特売セールを行う店舗もあるみたいだぞ。これを見ているみんなも台風の日はコロッケを食うのだ。今回は以上なのだ。いいねやチャンネル登録、コメントもお待ちしているのだ。ではでは、また次回。バイバーイ。